カナダアダムズ川のサーモンランサーモンランは、鮭が自分が孵化した場所へ、海から戻り産卵するため川を遡上することを指す、言葉である。鮭は放卵後その場でほとんどが死ぬが、新しい命が生まれ、ライフサイクルが始まる。毎年の鮭の遡上は、灰色グマ、白頭和紙、釣り師等にとって、一大行事である。ほとんどのケが、祖化回遊性を持っており、川で産卵し生まれるが、 その後回に下って、生活を過ごし、産卵の時期に再び川に戻ってくる。その川を遡上する行動を英語で、サーモンランと呼ぶ。開成時と産卵時のピンクサーモンの制御、祖化海優勢のある鮭は、北、大西洋か、北、太平洋に生息する。大西洋に生息する鮭は一つの種のみで、大西洋鮭と呼ばれ、東大西洋、西大西洋両側に生息する。 太平洋に生息する酒は7種あり、そのうち2種はアジア側にしか生息していない。日本各地で見られるが、北海道の石狩川、札幌市とヨヒラ川、新潟県村上市三面川などが有名。漁業資源保護のため大事に管理されている。カナダブリティシュコロンビア州のバンクーバーに注ぐ、フレーザー川も一大捕獲地で、明治時代には、 日本人が多数労働者として居住していた。この上流のその名もサーモンアーム市にあるシュスワップ湖を目指して、ベニザケが群れ泳ぐ様は壮観で、支流のアダムズ川で見られる、サーモンランには10月ともなると、多数の観光客が集まる。北西アメリカでは、サケはキーストーン種として指定されており、生態系へ大きな影響を持つ。 サーモンランを終えた産卵床での鮭の死骸は、窒素や硫黄、炭素、リンなどを生み出した大な栄養源となって、カシの土地に住む生物に影響を与え、さらに加工に蓄積され、加工に住む鳥などの栄養源にもなる。ノア2011フロス 201A ハットフロス2011ビットハット、フロス 2011C ハットフロス 2011D ハット、 フロス 2011E ハットフロス 2011F ハットフロス2011グラムハット USDA フォーレストサービス2011フロス 2011H ハットフロス 2011I ありがとうございます